こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介するのはここにかけてますけども、このジャケットは東洋エンタープライズのアメリカンカジュアルブランドであるシュガーケーンの、サードモデルの G ジャン、こちらを今回は紹介していきたいというふうに思っています。実は私のこの YouTube 動画でちょうど半年ほど前なんですけども、同じこのシュガーケーンの、セカンドタイプの G ジャンを詳しく紹介した動画をアップしてますけども、今回はね、今年はこのサードモデルの G ジャンを展開していこうというふうに思っています。今回はこの G ジャンの紹介になります。G ジャンというのは大きく分けて4つの形があるんですね。その4つの形というのは、ファーストモデル、セカンドモデル、サード、フォースというふうに4つの形があるわけですけども、今回このタイプはサードモデルになります。そのファーストモデルというのは、あのリーバイスが作っていた、1940年代アメリカで、誕生したのがファーストモデル。そして1952年になると、セカンドタイプの G ジャンというのが発表されるわけですね。そして1962年、このロットナンバーと書かれています。ロットナンバーが1962と書かれていますけども、これいわゆる年号のことなんですね。あのリーバイスのサードモデルが発表されたのが1962年、それをモチーフにして復刻されたのがこのタイプになるわけですね。ただ復刻といっても全く同じかというのは実はそうではないんですね。あのリーバイスのサードモデルをシュガーケーンオリジナルの G ジャンがこのタイプというふうになります。もちろんその当時のそのデニムの生地と今回のこのデニムの生地っていうのは違うんですね。これは 14.25 オンスの、シュガーケーンオリジナルの生地で作られています。 14.25 ということで、程よい厚みのある生地なんですけども、これは旧式の力織機で高密度で織られていますので、新品の時はこういう風にねボワボワと硬い感じがします。ちょっとね、初めて袖を通すのでちょっとびっくりするぐらい硬い生地なんですけども、これを3年5年10年と使っていくうちに体に馴染んでくる、そして経年変化も楽しんでいくのがこのタイプの G ジャンの、特徴でもあるわけですね。私もね、メーカーさんにちょっと違うんですけども、セカンドタイプの G ジャンを着ているんですが、こういうふうにね肘をこういうふうに曲げていくと、まだまだね色が変化してないんですけども、こういったこの当たりがねた G ジャンにも出てくるので、長い年月をかけて楽しめるのもこのタイプだと思うんですね。本当にもう極端な話、一生ものというふうな感じで捉えてもらっていいと思うんですよ。極端な話を言えば、親子2代でも使ってもらえるのがこの G ジャンだと思うんですね。それとは詳しいことを紹介したいと思うんですけども、まず先ほど言ったその 14.25 スの、シュガーケーンオリジナルのデニムの生地で作られているということですね。そしてボタンは、シュガーケーンオリジナルのボタンでこういうふうに作られています。そしてサードモデルと言いましたけども、形が違うんですね。今私実際この他のメーカーさんなんですね、これジャパンブルージーンズのセカンドタイプの G ジャンなんですけども、ちょっと比べてみようというふうに思います。まず違いがこのポケットの部分ですね。これはセカンドモデルなんですが、セカンドモデルはこういうふうなポケットがちょっと下の方になっているんですね。そしてこのフラップのこの部分、この部分がこういうふうな形なんですけども、サードモデルはちょっとひし形のような形になっている。この違いがあります。そして、一番の違いは、セカンドモデルはこういうふうにプリーツがあるんですね。こういうふうにプリーツがあるんですけども、サードモデルはこのプリーツがなくなって、この V の V 字にカッティングされたのが、サードタイプの特徴になるわけですね。G ジャンの中でもこのサードモデルが一番完成品というふうに言われているんですね。完成品っていうのは、ちょっと言い方が変ですけども、私が着ているのがセカンドタイプとかファーストっていうのは、あくまでもその作業着としてのジャケットということで使用されていたわけですけども、この1960年代からこの G ジャンというのは、ファッションの一つのジャケットとして作り出されたということで、こういったプリーツも、なくなって、このよりすっきりとした作業着からファッションのジャケットとして移り変わっていったのがこのサードモデルというふうに言われています。そしてこの形ですけども、先ほど言いましたそのリーバイスのサードモデルとはまたちょっとで形が違います。あのリーバイスのサードモデルっていうのは着丈がちょっと短くて、このアームが結構大きかったんですね。そういった作りだったんですけども、このシュガーケーンのサードモデルはその着丈を少し長めにとって、ここもこのアームの部分も極端にこうガバッと大きくなってるわけではないですよね。ただ私が着ているようなこのジャパンブルージーンズの G ジャンと比べると、このアームの部分も少し大きくは作られています。セカンドタイプの G ジャンがより、タイトな作りなんですけども、そこまでその窮屈なタイト感っていうのはないですね。程よい大きさのタイプではないかというふうに思います。そしてサイズですけども、私身長168センチ、60キロの体型で、この38という M サイズをね、今からちょっと試着してみますけども、私の体型でこの38を切ると、
少し大きく感じました。まあ私がね、背が小さくてちょっと華奢な体なので、この M サイズ、38の M サイズを着た時に少しね、この余裕があったというか、そういったサイジングだというふうに思ってください。まあ、M サイズでは例えば平均的に175センチ前後の方、そして体重がまあ65キロから67キロぐらいの方だったら、この M サイズでいいと思います。それでは実際に私がこれを試着をしてみて、どんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思っています。そしてまた、この商品の詳しいことは、この動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。まあ、それでは今から、私がちょっと試着をしてみて、どんな雰囲気になるのか、それをぜひ見てほしいと思います。